南銀河米味はアジカに分類される大型の海水魚である。インド太平洋地域の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、分布域は西は南アフリカ、東はフィジー、日本、オーストラリアまで広がっている。多種とは丸みを帯びた頭部やその他の解剖学的特徴によって区別される。最大で全長80センチメートル。 体重 7.2kg に達することが記録されてる。沿岸性の種であり、岩礁やンゴ礁、ラグーンなどで見られるが、深い概要において、宮山付近からも記録がある。肉食魚であり、様々な種の魚類や、甲殻類を捕食する。繁殖についてはほとんどわかっていない。漁業における重要性は高くないが、様々な漁法によって捕獲されることがある。 釣りの対象魚として人気があり、また食用としても美味である。銀河メアジは、スズキ木クアジカの銀河メアジ族に属する。本種は、ジョルジュ・キュビエによって、インドのポンディシェリから得られた標本を、ホロタイプとして1833年に初めて記載された。彼は本種をケランクスチと命名した。種商名は、ポンディシェリの漁師の間で使われていた本種の呼び名。 コトンティに由来する。キュビエによれば、標本を採集したジャンバティスト・レシェノは、本種を新種として記載することが正当か、疑わしいとしていたが、地元の漁師たちは本種を、他のアジとは別種とみなしていたという。本種はその後も3度再記載されている。最初に1851年に、ピーター・ブーリーカーによって、ケランクス・シナドンとして、次に1904年に、 ヘンリー・ W ・ファウラーによって、ケランクス・セミ・サンネスとして、最後に1910年にアルビン・シールによって、ケランクス・アウリガとして記載されている。シールによって命名された学名は、天竺アジに対して1884年に、チャールズ・ワルター・デビスが命名した、ケランクス・アウリガという学名と全く同じホモニムになっていた。これを解消するためにウィリアム・オ・ギルビーは、シチャラ・バーガという学名を、 ローキサスとマーチンは、ケランクスマナレンシスという学名を、本種の新たな学名として提案した。しかしながら、これらの学名はキュビエによって命名された、シーティを除きすべて、国際動物命名規約に基づき、高校シノニムとして、無効とされている。南銀ガメアジは、大型の種であり、最大で全長80センチメートル、体重7.3キログラムに達したという記録がある。 体型は同族種と類似しており、側編した楕円形である。特に体の前方で背側が腹足よりも膨らんだ体型である。このために風は丸みを帯びており、これが本種を足すと区別できる特徴の一つとなっている。特に形態のよく似た銀河目ジとはこの特徴で区別ができる。背びれは二つの部分に分かれている。 1> 第1背びれは8本の棘状からなり、第2背びれは1本の棘状とそれに続く20本から22本の軟状からなる。尻びれは2本の棘状が前方に分離しており、その後ろに1本の棘状とそれに続く16本から18本の軟状が存在する。腹気は1本の棘状とそれに続く18本の軟状を持つ。側線は前方で、 やや湾曲しており、曲線部には53から54の鱗が、直線部には0から2の鱗と五と53から54の両鱗が存在する。胸部は完全に鱗で覆われている。目には油まぶたがよく発達している。上あごには外側に、剣手からなる隙間の多い歯列が内側に、重毛状場からなる歯列が存在する。下あごには、円錐形の歯からなる。 隙間の多い熾列が存在する。エラフ類数は22から25、椎骨数は24である。若菜は体全体が白身を帯びたオリーブ色から銀灰色であり、ヒレは白色から黒身を帯びた色である。成長につれて頭部と体の上部はより暗いオリーブ色から青みを帯びた灰色となり、下腹部は銀白色となる。第二背びれは オリーブ色から黒色で、鬼平味に見られるような白い縁取りは見られない。尾ひれと尻びれは、黄色味を帯びたオリーブ色から黒色である。災害上部の縁に、黒色の縁を持つ。パラオで釣り上げられた南銀河ア味南銀河ア味は、インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。生息域は、西部では南アフリカとマダガスカル、 アフリカ東海岸に沿ってタンザニアまで広がっている。タンザニアからインドまでの海域では報告がない。東部では生息域はインドから東南アジア、マレー諸島へと広がっている。生息域の南限はオーストラリア北部、北限は日本、東限はフィジーである。日本においては1962年に山口県から1983年に沖縄県から 2007年に鹿児島県から報告がある。報告された個体はいずれも体長30センチメートル以下の若菜であり、制御の記録はなされていない。沿岸性の種であり、主に沿岸部の珊瑚礁や岩礁に生息し、砂底の湾やラグーンでも見られることがある。ソロモン諸島においては、潮の満ち日に応じて移動することが知られており、満潮時にはラグーンの内部へ移動し、 干潮になると、外目の岩礁などに戻るという行動が観察されている。これは、本種が獲物の小さな魚を追って、そういった小型魚の産卵場所である、ラグーン内部まで移動しているものと考えられている。エスチュアリーの内部や川の河口にも入ることがある。沿岸性の種でありながら、太平洋マリアナ海溝西部の宮間という外洋性の環境からも記録がある。 この場所で本種は他の沿岸性魚類と共に生息し、肉食魚として生態系のトップを占めていた。南銀河アジの生態は、植生についてわずかに知られている他は未だほとんどが不明である。本種は肉食魚であり、魚や様々な種類の甲殻類を捕食する。上で述べたように、満潮時には餌となる小型魚を追って、 小型魚の産卵場所であるマングローブが茂るラグーンに入っていく行動が知られている。繁殖や成長の過程については全く分かっていない。南銀アジは生息域の全域において漁業における重要性は高くないが局所的に本種が主要な漁獲対象となっている地域はある。例えばパプアニューギニアの上枠では本種と産種の増台で、 漁獲量の50%を占めており、本種がアジカの中では最も多く漁獲されている。沖縄県の名護卸売市場では、本種はガーラという名で、他のいくつかのアジカ、ヒーラギーカ魚類と区別せずに競りに出されることがある。本種は地引き網などの様々な漁法によって漁獲される。キュビエによれば、食用魚として美味であるという。 大型個体はしばしば釣りの対象となる。ありがとうございます。